ということで今回もやっていきたいと思います。なんかこの辺になかった鍵刺すとこ。あ、あれや。え、あれどうやって行くんだ。行こう。いやー行った。やめろよ。いや、あ、動き出した。あ、階段ある。で、あの敵が溺れてくれれば。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、直接ぶつかってくるのはやめてください。これどこに出るんやろ。ちょっと待って、両方からよいしょ。あれ落とさんでよかったんじゃね。まあいいや、復活しとるか。またあ、ここや。来た。え、で、ここに鍵刺してどこが開くの。はい、刺しました。あ、出てくる。そういうか、すげえそういう感じか。やったー。この両脇の子たちは動き出すんかな。まあ、近づいたわけじゃ動かんのか、ぶつからんと。顔の神殿、不気味な感じやな。うわ、え、なんか今までと比べてさ、全然敵の感じが違くない。え、てかこれ攻撃当たりよんかな。え、これ攻撃当たってます。なんか何にも、お、なんかテールやんテールやん。ん、なんだあれ、ゾウ、ゾウや、ゾウ。あ、これはなんかあれじゃない、協力しや、あ、違うんか。いた。はっ。オッケー、オッケー。え？びっくりした、持てるんかと思った。持てんよね、さすがに。こっち側行ける？じゃ、ここ閉まっとるね。普通にこっち行ったんでいいんかな。なんかあれ、壺のマークない？気のせい？はいはい。あ、ここ爆発させるところや。はい、オッケー。え、なに、暗い。あ、穴が開いたんかと思って。え、これ動、え、動かせん。あ、待って、ここあれや。はい、で、向こう側もかな。はい、明るーい。え、暗くなった暗くなった。これ時間が経ったら消えるの。日初めて知ったよ。なんだあれは。怖い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 。あ、待って待って待って、ジャンプできない。これもやっぱりぶつかったらダメージ受けるの。てか攻撃できるのこれ。なんか可愛い顔してちょっと不気味な。え、こっちか。よいしょー。あれ、これ無理じゃね。あ、こ切り替えてこんといかんってこと。え、あ、こ切り替えてこんといかんってことやろ。先に言ってよ。え、でもちょっと待って、切り替えてもいけるんか。じゃ、こっち先行こう。何あれ、チェスの駒が倒れとるけど、あれ敵？あ、これくちばし入るやつや。ふごふごいよんやろ入れ歯のないおばあちゃん的な感じで。うわ、びっくりした。はいはいはい。こっちから来たんやっけ。で、ここを、え、でもここ切り替えたらやっぱりいけん。え、いけんやん。なんなん、どうするん。いけんよ。え、いけんくらってん。え、ちょっと、え、え、え、ちょっと待って、ちょっと待って。痛い。じゃ、とりあえず待って。え？なんだ、どこに行けばいいんだ。ひえ。
はっ。今の攻撃は効いたのか全くわからないけど、この辺はっ。あ、止めれる。止まってる間に、え、これ攻撃効いてなくない？ねえ、効いてないよね。斜めにも撃てる。え、絶対効いてないやん、これ攻撃。なんか一定の角度からじゃないと効かんとか、そういう。は、全員を止めてみた。これで爆弾かな？ちょっと待って、とりあえず。お、それそれそれ。で、よいしょー。と。あ、やっつけれた。なるほど、そういう感じね。はい。そっ。オッケー。そういう感じでやっつけていくと。この像なんか、え？でもこの像動いてくれ、あ、動かせるんかな？え？動かせんやん。持ち上げれんし。え？なにここ通れないの？どういうことやねん。じゃ、ちょっと右側の方行ってみようか。これは、歯がこっちに来ないように、この像が、ひえその像に守ってもらいながら、ええー、待って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 、ばあ、え、待って待って待って、これ怖い怖い怖い、これもしかして全て、全て敵ですか？あー、剥がれてきた剥がれてきた剥がれてきた、ーい、開いた開いた、なんなんそれ、ん、え、私今鍵も何も持ってないよ。いや、何もできない。何もできない。壺のマークあるよね、あれ。壺で割るのか。これ持って移動できて、痛いって。いや、持って入れない、持って入れない。じゃあ、待って、怖い、怖い、怖い。とりあえず、じゃあ、すべて壊してからってことか。はい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 。はい、あと1枚。え？持って移動できんよね、これ。ちょ、待って待って。で、向こう、いけんやろ？なんだ、どうやるんだ？できんやん。できんやん。え？この上におったらいけるんやね。ちょっと待って。あれ？ほら、いけた。よいしょ。あー、これで、ちょっと待って、痛い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 、よし、はい、よいしょ、 OK で、あの子もやっつけた方がいいんかな。いや、でもやっつけれんくね。やっつけれんくね。ちょ、とりあえずこっち行くよ。とりあえずこっち来て。あー、びっくりした。ちょ、やめて。とっさに気絶させたけど。あー、ここ壺で割れるね。はい。オッケー。あ、爆弾いっぱい補充しときたい。はい、これで。なんかね、壺のない部屋にね、壺のマークの扉がいっぱいあるんよね。あ、この人、この人。こいつ止めれるの結構いいね。お、コンパス。コンパスを手に入れた。ボスと宝の場所がわかるぞ。さらに鍵が近くにあると。音で知らせる新機能付き。よいしょ。いいよ。あ、
向こう側にも道あったんやこれ。へえ。何この部屋。だって爆弾必要。これは止めれないのね。キャー。この2箇所にしか現れんこの子たち。痛い。押さないで。は。いいよ。これで多分そこに鍵が落ちてくる。そっち？奥じゃないんや。奥のスペースは何？無駄に空いてる。私が立つべき場所かな。あああ。で、こっち側は？あ、宝箱。あ、くちばしやくちばし、石像のくちばしを見つけた。袋の石像を探そう。さて、ここ切り替えたけど、うい。ああ、そっかそっか。切り替えたけど、ここから撃てばいけるのか。オッケー。切り替えて奥のところに行くんか。なるほどね。そういえば、ここまだ行けてなかったよね。これ時間差あるけん、これで、よし。なるほど、この方法で行けるわ。この方法で全然いけるわ。よし、行こう。え、これでもう、あれよね。いける。キャー！助け。助けて。あ、ちょっと待って。跳ね跳ね跳ね。よいしょ。怖いんですけど。これで進める？はっはっは。ほら、これで間違えた。あ、遅かった。よいしょ。あ、ちょっと遠い？大丈夫か。これで、超いい遅いね。はい。オッケー。さあ先に進みます。え、またこれなん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 、なんこれ。パワフルブレスレットを手に入れた。今度は象だって担げるぞ。マジで本物じゃないけどなこれ。こっち側にもなんか意味深な感じで壺が。おお、妖精妖精。あ、間違え間違えた。でも、瓶一個しかないけんな。まあ、とりあえずここ。え？ねえ、こっち来てくれるかな？あ、え？消えた！時間経過で消えるんすか？やったー！これで。ってことは、これで今度から、壺のマーク書いてるところ、象で壊せるってことかな？あ、え？ここから？あ、ここに戻ってくるんや。なるほどね。で、あっこに、ぶつ、え？あっこにぶつければいいってことやね。ほらほらほら。間違えた。ずれてる。はい、これで、よいしょ。よし、いける。なるほど、ここか。あ、これもあっこにぶつけれる。はい、100ルピー手に入れた。かなり嬉しい。ゆ、あれ？よいしょー。あ、で、これで、抜け出せるわけですね、私は。オッケーオッケー。ってことで、左側もう全部行ったかな？右側次。怖い。怖い。早く。よし、これで向こう側のも担いでいけるわけや。で、閉まるやろ。つけるやろ。はい、いける。ここ絶対なんか出てくる。あー。キャー！助けて。はい。よいしょ。いけ。
れ固まらんかったら無理なんかな。うえい。よいしょ。あ、待って、私が。ふぅ。あ、ミス。はい。あ、上にもなんか宝箱ある。はい。オッケー。よし、これで。ふぅ。で、とりあえず、弓持ってないけど、嫌だっけ。ひゃー。痛い痛い痛い。いや、めっちゃあるやん。よいしょ。はい。あれ、なんかちょっと間抜けな顔しとるよね。お、なんか唇が分厚く見えるけんかな。あ、ここ、鍵や。イエーイ。小さな鍵を手に入れた。やったね。さあ、進んでこ。あ、この上、ん？あ、ここはどうやって行くんやろ。別のとこから来るってことか。よいしょ。あ、フクロウどこ行った？こっち側行ってなかったっけ？あ、行ってないね。一発やん。一発やん。よいしょ。道を塞ぐクリスタルの床、上に乗りて先進むべし。クリスタルの床？クリスタルの床ってなんだ？え、クリスタルの床ってなんだ？あ、あ、これ？のこと？ここまで来たはいいけどさ。あ、ここもしかしてジャンプ？は、はあ、そんなことができるの？初めて知ったよ。え、これ絶対一回ぶつからんといかんくない？来る来る。なにこれ、なにこれ。なんとこれは秘密の薬だ。ぬりぬり、自分で塗った。秘密の薬？何、秘密の薬って。なんかよくわからんけど。トレーシー特製の元気になるんだ。あ、あー、マジで？へぇー、普通にその辺で拾えるんや。なるほど。で、ここで鍵を使っていくと。あ、そこ爆弾いるね。待って、炎が。はい。爆弾、爆弾。はい、来たー。え？ボス？中ボス？何あの弾。ぶつけてくる？やめてー。あ、抑えることはできない。え、ちょっと待って待って待って。どういう感じ？え、ちょっと待って、ちょっと。え？どこをこう、尻尾かもしや。助け、いやー、助けて！ボールを持たせてはいけないんじゃないの？で、あ、それでもこっちが持ってぶつける。やった！キャー！ドッジボールやねん。ドッジボールなわけですね。あ、くそ。ぶつけるね。痛い！痛い。いや、私ドッジボールとかね、そうやって受け取れん、受け取れん人間なんで、あ、くそ。でもなんかちょっと楽しいんやけど。痛い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 。いいね、なんかこういう戦い方。そう。いた。いやー、速攻でも、あ、ちょっと待って、私ハートやばくない？はっ、やったー。なんなんこれ、なんかピチ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 魚。わ、よかった、妖精助かります。あ、やっぱ中ボスなんやね。バッポイント出たわ。よいしょ。バックダーン。ここなんかあることない？え、なになになに？あ、びっくりした。あれ？持ち上げてすぐは見えなかったね。いやー。へい！ちょ、助けてー。あ、ハート。よいしょー。え、ちょい待って。あ、痛い痛い。お尻お尻。
これ飛んでくるやつやん絶対。ほら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 。いやー、しかし。しかしこっちに、あ、これ、見たところよね。痛い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 。あ、これぶつけるやつ。はい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 。よいしょ。あ、え？あ、配置するの？どう配置するのこれ。割れたかと思った一瞬。え、どう配置するの？でも、どっちかが正解よね。ちょっと待って、え？ちゃんと置けて？え？ちょっと待って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 。これ投げることしかできんの？どういうことやねん。おお、配置された。配置された。普通にそっと置けるようにしてくれんかな。なんなんこの仕様。びっくりした。そういうの心臓に悪いんで。近くまで、え？近くまで投げたら自動的に設置されんのか。おい。いった！お、開いたよ、開いたよ。だから、え？あ、ん？あ、ここ来たことないとこか。これは、ダッシュで行かねばならんやつじゃない？は、あー、怖い！いた！後頭部打つやん。待って待って待って、表情の変わりよう。怖すぎ。この子は普通に攻撃できん子やったよね。とりあえず、モテる。モテるのか。とりあえず2匹はツボで倒すとして、よいしょ、1匹は爆弾でいくか。やったー、ちょうど爆弾が。あ、30個までしか持てんのや。へえ、はい、これで両方開いた。あ、このさ、どこまでも壁を沿っていくやつめちゃくちゃ邪魔なんだよね。すごい勢いで体力なくなるし。こっち来るかな。ハートを拾うためにハートを消費していく。あ、待って、ここにもあるよ、なんかチェスのやつ。あ、そしてまた閉じ込められる。よっ。どっちがどっち？とりあえずここの下にあるやろ。ですよね。ですよね。え、どっちがどっち？わからん。こっち。とりあえず。これヒントなんかあるんかな？いいよ。違う違う違う。もしかしてフクロウのやつでヒントがあるんかもしれんけど。待って、跳ねすぎ。これ置くだけやのにさ、全然置けんっていうこの感じね。はい、設置。でも、あっとるけん、ああやって光るんかな。こっちか。それはもう、それはもういいやろ。え？ちょ、待って待って待って、それがダメとか言われたらどうするんや。倒れんなし。違う違う違う。あ、倒れるやん、絶対。なんか倒さんようにする秘訣があるんですか？いや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 。え？え、絶対倒れるって。階段の上から。は、あ、行った。ああ、開いた開いた。え？で？あ、そっか。こう。やって、宝箱ね。イェーイ、300ルピー。300ルピーしかない。っていうか、300ルピーを得るだけのための部屋にあんだけの仕掛けが。めっちゃ鬱陶しいやつ。そしてまたここで大量に、体力を消費していくわけですね。なんかさ、あいつらを止める手立てはないな。
ないんすか。あ、で、これ下に行くんよね。おぉ、また君たち。じゃ、待って、爆弾やね。ここ爆弾の出番ですね。食べろよ。食べてくれよ。そっちの方向、はい、食べた。え、待って。はい、何あの、あー痛い。何、直接の餌付け。食べて。あー痛い。あ、ちょっと待ってね。あ、こっちまではこんか。もうちょっとやってやん、今。はい。お、食べた。あとどれぐらい？お、痛いって。いや、痛くはないけど。よいしょ。はい、オッケー。まだか。あと一個ぐらい？食べて。え、押さないで。押さないで、何？わかんなかったの？そこにご飯があるって、はい。よっしゃ、行った。妖精2体。もうこれ確実に瓶いるやつやん。めっちゃもったいないやん。あ、これでこっち側か。で？え、鍵持ってない。ちょっと待って。これあれやん。向こう側渡っていけんやつやん。え、くっそ。ん？どここれ？ん？え？え？今私は迷いの森かどこかにいるのでしょうか。なんかすごいそんな感じよね。なんか同じ場所に戻ってきたんですけども。いやー、助けて。ってことは、あっこから先に戻るにはワープを使うしかないってことか。なるほどね。こっち側行けるんかな。え、なんか鍵のあっこ全部倒せばいいの。来いよ来いよ。へい、なんか穴開くやん。マジで。あ、そういう感じ。あ、待って、あっこじゃない？あの色が一箇所違うところに鍵くるんやねん。ほら、絶対そうやと思ったわ。これは斜めにも飛んでいける？あ、怖い。あ、怖い。あ、フックショットで取れろや。フックショットで取れるや、そこ。はーい。で、オッケーか。いやー、ちょっと待って。いや、やめて。え、敵全部いなくなったよ。え、ちょっと待って、敵いなく、あ、なるほどね。ちょっとずつ敵を出現させて、痛い。これでもう全部やろ。すべて任せるやつ。なんか目がある。敵やっつけんといかんやつやね。ってことは、これで飛んで、痛い。あれ？そっちに復帰すんの私。ちょっと待って。痛いから。これ爆風、あ、巻き込まれない。え？で、開いたけど、なんだあいつ。え、ボスの部屋や、ここ。ちょっと、ボスの部屋の鍵ないから、まだ。ボスの部屋の鍵ちょっとまだないから。で、こっち？ああ、なるほどね。で、あっこの鍵を開けるのか。はい。開きました。いいよ。で、この先になんかあるんかな。はっ。
あ、これボスの部屋の鍵じゃない？え？開かない？宝箱が開かないとかあります？壺に囲まれし宝箱、衝撃を与え開けるべし。衝撃？は、壺でいいんかな。あ、おお開いた。やった、ボスの鍵、ボスの部屋の扉を開けられるぞ。この辺なんかハートとかあるんやないん。ボスの部屋行く前にさ、その辺ちょっとちゃんとしておいた方がよろしいんじゃないでしょうか。なんもない。何もない。行きます。ゴゴゴゴゴ。妖精も連れとるし大丈夫なはず。ん、休みに壺。え、何？床？え、ヒント、オイラが苦手なんでやす、苦手でやんすよ。ひえひえ、思わず口が滑っちまいやしてよ。ひえ、何何何が苦手？マットフェイス。壺？壺が苦手。ああ、何が苦手？周りがどんどん剥げていくぞ。ほっ、ほっ、あ、へい、はい。これ周りなくなったらどうするの？攻撃パターンが変わるんですか？よいしょ。全部なくなって、え、ツボ？え、なに？穴開いてく、穴開いてく、穴開いてく。ちょ、待って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 、無理じゃない？爆弾？爆弾か？はい。あ、ふざけんなよ。てか、どれが本体？ちょ、落とさないで。ちょ、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 やめてよ。フックショット。いや、関係ねえ。魔法の粉。てかね、あれなんすよ。いやー、追いかけてくる。でも、穴はちゃんと塞がるんやね。粉でもない。え、爆弾しかないよね。え、もう爆弾私8つしかないんやけど。え、もう8つしかないんですけど、無理じゃね。あー、がムカつく。めっちゃ笑ったこいつ。え、何？何が苦手だって？一瞬踏まれることって思ったけど違うな。やっぱりこいつの真上に爆弾を置くべきなんではないだろうか。あ、そういうことじゃない。あと7つの間にやっつけんといかんのか。厳しいな。厳しいな。ちょっと待って。とりあえずこれで、はい。顔の真上に爆弾を落とせば、そこに穴を開けることはできんから、そういうことだな。とりあえず、あ、にゃー！とりあえずパターンはつかんだ。はい。どやどやどや。そろそろなんか攻撃パターン変えてきそうじゃない？はい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 。どうよどうよ、いい感じやろ。あ、怖い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 、やめてください。あ、やばい、危な。はい、顔の真上、顔の真上。あ、くる、あ、怖い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 。なんか穴の開くスピードが、あひー、またまた口が滑っちまいそうでやんす。風の魚が起きちまったらみんな消えちまうんでげすよ。島のものはみんなほんと、ひえひえ。相打ち。ちょっと、リンクおらんのやけど。リンクがいないんすけど。せっかくの勝利、おお、出てきた出てきた。イェーイ、ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた、体力も全回復。
ってことで次の楽器はトライアングル、なんやろこれ、サンゴのトライアングルだ。可愛いんだかなんなんだか微妙やね。なんかそんなにいい音色なわけでもなく もっと響かんトライアングルって。山の上でお前を呼んでる。もう山の上行くの？あの卵が乗っかっとるところ？え、最終地点じゃないの？そこ違うの？あ、来たよ。フクロウ。魔物たちは風の魚の目覚めを恐れておる。魔物の力は現実じゃ。いずれ島地を支配し、邪魔なものを消してやろう。それも時間の問題じゃ。山の塔へ向かいなされ。鳥のごとく羽ばたいてな。連れてけよ。魔物の力は現実？そこは幻じゃないの？ちょっとよくわからないけど、とりあえず今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。山の塔って言ったっけ？塔ってことは、まあまだ最終地点ではない。まあ楽器、揃ってないんだよね。次なるダンジョンに向かうということか。頑張っていこう。